東本高校の勝田と申します。す。今日はよろししくお願いいたしますまず本校なんですが情報デザインコースというコースをはじめとした各コース制を敷いている普通科の学校でございますで今回はこの情報デザインコースにおいて1人1端末ということを実施しました本校の ICT の環境としてはこのような感じになっております先生が教室に iPad を持っていけばすぐ授業ができるというような環境になっていますが 課題として ICT を何ののたために使ううかというところがありました知識だけではなくて興味や関心この2つを両輪とした分かりやすい授業や力のつく授業こういったことに取り組みたいということで今回 ICT を活用したアクティブラーニングの実践と評価ということで特別研究指定校の助成をいただいております。 最終的には全校的に ICT を活用したアクティブラーニングの実践に取り組みその評価を浸透させるということが目標ですそのためまずえ段階を2つに分けました1つは ICT を活用したアクティブラーニングを実践するというフェーズとえーそのアクティブラーニングを評価するというフェーズです実際にフェーズ1についてご説明をしていきたいと思いますまず生徒が主体的に学習ができるような環境を作るために ICT を活用できるアクティブラーニングルームというものを作りましたご覧のように机と椅子が可動式になっておりますので共同学習などもしやすいようになっておりますまたトータルプラン委員会というアクティブラーニングを推進する委員会を設けそこでどのような力を身につけさせるかというようなことを議論し議論してす。議論しアクティブラーニングの定義 などを考えています右下の画像は職員会議でどのような力を身につけさせたいのかっていうこととその方法について職員会議でブレインストーミングをしている様子です。でここから出てきたものは東門津高校のアクティブラーニングの定義というものができました。これを軸に据えながら今それぞれの教科で実践を行っているところです。 そういったこともあってかどんどん授業の形態が変わってきたように感じます例えば若手の先生からベテランの先生まで ICT をよく活用するようになりました電子黒板の活用率は全体で75%になっておりますで、さらに右下の画像のようにグループワークを取り入れた授業が増えてくるような変化が見られていますまた ICT を活用したアクティブラーニングとしては 5つの強化で実施し1人1端末もしくはグループに1端末ということで活用を行っていますが代数的な制約があるという問題が挙がっていますまたフェーズ2に関しては今年度情報デザイン昨年度と今年度情報デザインコースで1人1端末というものをやって iPad を対応しておりますでここで e ポートフォリオを活用して評価をしていくということで情報化においては えー、ICT を活用したアクティブラーニングをこれまでもやってまいりましたのでフェーズ2を先に先行して実施しておりました e ポートフォリオとは簡単に言うとこのような絵で表せるのではないかと思っています iPad で生徒の学習成果を記録して生徒の学習履歴を蓄積していく今年度は Moodle と Mahara という2つの LMS を使って実施しました、えー、例えば Moodle に関して言えば日々の授業の取り組み内容を、えー、アップしたり 成果物や授業で考えたこと学んだことをアップしたりするような記録蓄積をベースにやっていますそしてその記録蓄積したものをマハラで公開して共有することでそれぞれお互いどんなことを学んだのかということを見える化していますこれは生徒の一例ですで、そのようにして授業の後に振り返りをさせそれをどんどんやっていき最後単元の最後や意味のあるまとまりの最後にポートフォリオに 載せて共有をするというような形で、えー、授業を進めてまいりましたその結果ポートフォリオを学習にやって役立てることができたと答えた生徒は81%肯定的な意見が81%また振り返ることで学習の成果が分かったと答えた生徒に関しては69%、えー、振り返ることで成長を確認できたと答えた生徒は81%となっております3年生の展開科目で行ったため母数が少し少ないのが課題となっておりますが今年度はそれを 他の教科でもやりりたいいなという,ふうに考えております e p o ポートフォリオの良さとして蓄積ができるということがあるんですが操作が複雑ということが課題として挙がっていますまた郊外では個人情報の観点から利用ができないということも課題です。 そのため操作が複雑という部分に関しては事業デザインを見直しているところです例えば日常的にアップすることが大変なのであればローカルに保存しておいて意味のあるまとまりで最後にポートフォリオにアップをするというような形で使うということを今考えていますまた個人情報の点に関しては保護者の了承を取りながら進めていくという対策が考えられますそして台数が制限されて各教科で I を生徒を活用しづらいという現状もありますのでこの点に関しては BYOD で進めていけるように今ポリシーを作っているところです。 今後は今申し上げたように BYOD を実施することでさらに生徒一人一人が ICT を使ってアクティブラーニングができるように加速させていきたいなと思っていますまた昨年度は情報化が先行実施した e ポートフォリオの活用の仕方をテキストにしてまとめて各教科で共有を図り授業での活用をパッケージ化することが課題今後の課題として挙げられます以上ですありがとうございました